さんこんにちは、本日は、このニューロンシミュレーターの使い方ということでかなり実践的な使い方の講座ということで、今回ビデオで、オンラインの講座を開催したいと思います。今回の講座はまず最初にニューロンシミュレーターを考える上で、電気生理細胞生理の基礎となる、部分に関してお伝えをします。そしてその後に、実際にニューロンシミュレーターを使ってみようということで、とても単純な、まず最初に一番単純な、シミュレーションをやってみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではパワーポイントの説明をまず、説していきたいと思います。パート1としましては、ニューロンシミュレーターでどのようなことができるのか、まずそもそもその基礎となる部分について、ご説明いたします。この部分のパワーポイントに関しましては、生理学研究所の井本先生が作られたパワーポイントを元に、しております。そもそも、何をシミュレーションしようとしているのかという部分に関してなんですけれども、ニューロンシミュレーターで、シミュレーションしようと思う部分、これが電気生理の細胞電気生理の基礎にあたる部分なんですが、一つは、ポテンシャル、つまり電位変化を細胞の、例えば神経細胞、この場合は神経細胞ですが、神経細胞の電位変化を、シミュレーションしようというものをする、いわゆるボルテージレコーディング、というもの、カレントクランプ、パッチクランプ法で言えばカレントクランプによるボルテージレコーディングをする部分というもの。また、もう一つの方法としては、電流を測りたいという部分で、パッチクランプで言えば、ボルテージクランプで、電流をレコーディングする、カレントレコーディング、この、どちらかをシミュレーションしていこうというのがニューロンシミュレーターでやろうとするシミュレーション、ニューロン、神経のシミュレーションになります。で、ポテンシャル電位変化を測ろうとする場合には、カレントをクランプします、カレントを固定しますので、電流は、ある一定の値に固定するか、またはそのコマンドパルスというのを送って、それによる電位変化を調べようというものになりますし、電流を調べようという場合には逆にボルテージ、細胞の膜電位を固定したり、その膜電位に対してコマンドパルスを与えたりすることによって、電流がどのように変化するか記録しようというものになります。電位変化を捉えるか、または電流変化を捉えるか、そういった2つの方法があります。でそもそもですね、こういった膜電位の記録、またはこういった電流の記録の時の、ルールというものがあって、もうこれはもうルールなのでルールとして覚えるしかないんですけれども、例えば、膜の電位ボルテージを、またはポテンシャルを記述する時には、もうこれはもうルールなんですけれども、細胞の外はを0ミリボルトに取るということがもう基準として、もうこれはユニバーサルなルールとして決められています。細胞の外の、ここでいう細胞の外側の電位は0ミリボルトになります。そしてこの細胞の外側のポテンシャルの0ミリボルトと考えて、細胞の膜電位がどのように変化するかというのを記録する、それがボルテージの変化を捉えるということになります。実際には、大抵の場合ですね、神経細胞の膜電位は、静止膜電位、いわゆる静止膜電位、何も刺激がない状態での静止膜電位はマイナス30からマイナス80ミリボルトが正常ですし、アクションポテンシャル、つまり活動電位が発生した場合にはこれがプラスに転じてプラス40ミリボルトぐらいまでピークでなる、そういった電位変化が捉えられるはずです。すべて細胞の外側をゼロにして中の電位を見たものです。それに対してまたカレント電流変化を捉えるときには、内側に流れ込む電流は、インワードカレントと言います。内側に細胞の外側から内側に流れ込むカレントはインワードカレントで、これは、ネガティブなカレントとして表します。マイナスのカレントとして表します。また逆に細胞の内側から外側に流れ出る電流は、ポジティブな電流として表します。これもルールです。ネガティブポジティブの方向というのは、これは、もう一定のルールに基づいて皆さん記述するので、これはルールとして覚えなければいけない部分です。
でここからボルテージと電流の関係というものを考えていきましょう。膜電位と膜電流というものがどのような関係にあるのかという考えていくときに最も重要で、基礎となる部分というのはいわゆる中学校理科で習うオームの法則です。電圧、どのように記述しても同じですけれども、電圧は電流×抵抗の掛け算で表される。これもオームの法則が最も重要な法則です。これによって電圧電流が記述されていきます。で、ここにももう一回示しましたが、オームの法則は、電圧は電流×抵抗であるということになります。これは細胞生理においても同じです。電位変化、膜の電位変化というのは、膜の電流×ある一定の抵抗と、一定かどうかは別にして抵抗値で表されるものを掛け算したものであるということは、これは、細胞生理学においても変わりません。でこれをちょっと変形します。よく使われるこれを変形するものとして電流を特出しして前に出して、抵抗の逆数を取ります。これがコンダクタンスという G で表されるコンダクタンスと言われるもので、これは抵抗の逆数を使って表します。そうするとオームの法則はこのように下の黄色で囲ったもののように表されます。電流はコンダクタンス×膜電位、電位変化、電位である膜電位である、こういった形に置き換えられます。コンダクタンスという概念は抵抗の逆数になりますので、逆に電流の通りやすさ、抵抗値の逆数というのは抵抗は抵抗、その逆向き、インバースを取っているものですから、通りやすさを表す指標ということになります。で、これをもうちょっと模式的に表しますとどうなるかというと、何か水槽があって、ここに水が溜まっている。この水の水位をボルテージと考えます。その時に、コンダクタンスというのはここの、この水槽から出ていく出口の部分、これは例えば、この後話しますが、膜に存在するイオンチャネルのようなものを想定しています。イオンチャネルを通って、電流が流れ出していく時に、電流が I で流れ水が流れ出していく、その水の流れ出しは電流ですけれども、この水の流れ出していくときに、このイオンチャネル、この場合だと水槽からの出口、蛇口の部分の通りやすさがコンダクタンスという形で表されます。これが、実際にこれが細胞生理の最も基本的な部分です。では、まず最初にボルテージから一番初め話をした2つの方法、ボルテージクランプとで電流変化を見るのと、カレントクランプで電位変化を見るのと2つあると申し上げましたが、そのうちの1つ目、ボルテージクランプによって何を見ているのかということを、この概念のところから少し、まずはボルテージクランプのお話をしたいと思います。ボルテージクランプというのは、細胞があって、パッチクランプであればパッチパイペットがあってホールセルという状態にします。電極内の電位変化と、電極内と、細胞の中が通通になってますので、電極内の電位変化を調べることによって細胞の電位変化を調べることができる。これが、ホールセルという、パッチクランプで言えばホールセルという状態ですが、こういう状態を作ります。で今回はボルテージ、この場合はボルテージクランプですので、電極の電位を固定することによって細胞の電位もある一定の電位に固定できる、そういった状況を作り出します。これがボルテージクランプです。でそれを模式的に右の方で表しますと、ボルテージクランプというのはある水槽があって水が入っている、この水の高さというのがポテンシャルボルテージであると考えますと、このボルテ高さを一定にしてみましょう、高さが変わらないようにクランプするというのは、
こちらで意図思った通りのボルテージにするということですから、このボルテージを自分の意図通りの高さ、水槽の高さに一定にする、またはコマンドによってそのボルテ高さを人為的にいじるということをするというのがボルテージクランプということになります。水槽があって水が入っていて、この高さっていったものを固定した場合に、電流がどのように流れ出て、その電流が流れ出るということは、イオンチャンネルを通って流れ出るということは、それを一定に、ボルテージを一定に保つ、水槽の高さを一定に保つためには、出ていった分の水の量だけ外から入れなければなりません。外から入れるというのは、実際の細胞性においては、電極の中の電流注入ということになりますが、細胞から出ていった水、イオンチャンネルを通して出ていった分、電流、水、この場合は水の流れとして比喩してますけれども、この流れ出た電流というものを置き換えるだけ、どれだけ電流を流れ込むか、ここを測るというのがボルテージクランプになります。で、単純に考えていくとですね、ボルテージクランプで何か、まあ、電流変化を、電流がどのくらいかというのを見るわけですが、電流というのはどのように表せるかというと、あるそのコマンドで与えた、例えばある一定のボルテージ、それに対してイオンチャンネルが常に開いていると考えれば、そのイオンチャンネルが持つ、まあ、水道の蛇口であれば、蛇口の水の通りやすさ、ある一定の電位をかけて、それに対してコンダクタンス、 G で表せるのコンダクタンスですが、イオンチャンネルからどれだけ水が流れ出していくのかという流れやすさをかけることによって、電流が、値が求まるはずです。これが最も基本的な部分です。これはもう先ほどのオームの法則から導く、まあ、単純にオームの法則から導き出されているものです。で、これを、ね、グラフにちょっと書いてみます。このグラフ、カレントボルテージリレーションシップまたは IV リレーションシップという、電気整理、細胞整理でよく使われるグラフですので覚えておくといいと思います。ボルテージに関しては、0の部分が、この交差している部分が0ミリボルトを表していますが、0ミリボルトに対して右側が細胞の膜電位がプラスになった場合、0ミリボルトに対して左側は細胞の膜電位がマイナスになった部分場合を表しています。またカレントに関しては、まあ、クロスしている部分は0カレントということになりますが、0アンペアのカレントということになりますが、プラスに行くと、プラスの電流ですので、外向きの電流、細胞から細胞の外に向かっていく外向きの電流が上向きに表されていますし、下向き 0アンペアから下向きの部分というのは、ネガティブな電流ですので、これは先ほど定義したように、もうこれはもう、これはもう定義ですから覚えるしかなくて、内向きの電流です。細胞の内に、細胞の外から内側に向かう電流を、この0アンペアよりも下に表します。そういった状態、そういったグラフです。 IV カーブというよく使われるものです。これで I イコール GV というのを表してみると、0ボルトであれば0アンペアなので、0の点を通った、まあ、こういった、リニアな、線が書けるはずです。で、このリニアの線の傾きがコンダクタンスのこの G で表される、イオンチャネルの、こういった電流を流す、イオンチャネルのコンダクタンス G というのは、この IV カーブでいうところのこの傾きになる部分。ただですね、実際には細胞の状況というのはもうちょっと複雑です。細胞の状況というのももっと複雑な部分というのは何かというと、イオンの細胞の内側と外側でイオンの組成が違うように保たれているということです。これが、少し状況を複雑にしています。例えば、ナトリウムというイオン、ソディウムイオンに関しては、外側が多くて内側が少ないということが知られています。これが正常な状態です。で、一定に保たれています。カリウムイオン、ポタシウムイオンですが、カリウムイオンに関しては細胞の中が多くて細胞の外が少ないです。これが一定保たれています、維持されています。カルシウムに関しては細胞の中は少なくて外側が多い。クロライドというマイナスのイオン、塩素イオンに関しては細胞の、
細胞の外が多くて細胞の中が少ない、こういった状況が保たれています。こういったイオンの種類ごとに細胞の内と外でそれぞれ違う濃度で保たれている、ここが先ほどの単純な IV リレーションシップ、単純なリニアな IV リレーションシップから、少しもう状況を複雑にしているところです。そしてもう一つ言えることは、細胞の膜に存在するその蛇口の部分、水が流れていく、電流が流れ出していく、イオンが流れ出していく蛇口の部分というのは、イオンチャネルというタンパク質で作られたチャネルというもの、筒状のチャネルというものになるんですが、それはイオンごとに、大まかに言えばイオンごとに存在しているということです。ナトリウムであればナトリウムを流すイオンチャネルがありますし、ポタシウム、カリウムであればカリウムを流すイオンチャネルがある、それがまた、状況を複雑に、するところです。中でもナトリウムだけを考えてみましょう。でここでもう一つ考えなければいけないのはイオンの流れを今考えて、イオンの流れが電流の流れを作り出しますので、イオンというのは、単に水が流れ出しているだけではなくて、イオンというのは電荷を持っている、ここがもう一つポイントになります。例えば正常な状態ではナトリウムは外に多くて内側が少ないというふうに説明しました。他のイオンを忘れてもらってナトリウムだけを考えてみて、ここにイオンチャネルが存在したとしましょう。イオンチャネルが存在してこのチャネルが開きっぱなしになっている、蛇口、開けっぱなしになっている蛇口がここに存在したということを考え、この内側と外側の間に存在しているということを考えてみましょう。そういった状況をちょっと考えてみます。この場合には、2つ の箱を用意して、それをイオンチャンネルでつながっているという状況を想定してみます。想定としてはナトリウムが左側がナトリウムが多いので、細胞で言えば細胞の外側を左側が表していて、細胞で言えば右側の箱はナトリウムが少ないので、右側は 細胞の内側を表していると思っていただければと思います。そしてそこにイオンチャンネル、ナトリウムイオンを通す、蛇口というか、が存在と筒状のチャネルが存在しているということを考えましょう。そうするともし、単純にこのイオンチャネルが開きっぱなしで2つの箱をつなげているということであれば、ナトリウムは、こちらの濃度の方が左側の濃度の方が高いので同じ濃度になるところまで、流入するはずです。 A から B にナトリウムが移動して同じ濃度になるところまで移動するはずです。ただ実際に細胞はそういうふうになっていません。細胞の状況というのは先ほど申し上げたようにナトリウムは外側に多くてナトリウムは内側に少ないという状況が保たれています。なぜ保たれるかっていうことを考えると、いや、ほっとけば同じ濃度になるはずなのに外側が多くて、この場合だと左側が多くて右側が少ないという状況が保たれてしまって、保たれている一つの理由はこれがナトリウムがイオンで電荷を持っている、プラスの電荷を持っているイオンということです。ナトリウムの電荷が保たれている理由というのは、実は細胞においては B の方の電位が高ければ、B の方の電位が高ければ、つまりプラス B の方がプラスに偏っているような状況であれば、イオン濃度の変化だけを考えれば、イオンの濃度だけを考えればナトリウムは内側に入ってくることで同じ濃度になるまでいきますが、プラスのイオンですので B の側、細胞の内側がプラスになっていれば、これは入り込むことが、プラスの電荷が、プラスに対して入り込むことができず、これは反発して入り込むことができません。したがってイオンチャネルが開きっぱなしであれば、ナトリウムは、内側に入ることができず、むしろ B の側がボルテージがプラスであればプラスであるほどナトリウムはそこから反発して、イオンですのでプラスの電荷を持ったイオンですので外側に流れ出そうとします。なので
ナトリウムのイオン濃度が、この細胞の中で外側が多くて、内側が少ないという状況が保たれるためには、もしイオンチャンネルがずっと開いていると考えるのであれば、ボルテージは B のボルテージの側が高くないとこの状態が維持されないということになります。でナトリウム、その状態はじゃあどのくらいのボルテージがかかればナトリウムが外側に多くて内側に少ないという状況が保たれるのか、ということを考えてみますと、これを、専門用語というかここで、電気生理、細胞生理で出てくる用語で言うと平行電位という考え方が出てきます。イクイブリウムポテンシャルというものがそれにあたります。ナトリウムが本来であればイオンチャネルが開けばナトリウムが外側から内側に流入するんですけれども、それをブロックするためには細胞の内側が高くないといけない、プラスに偏ってないといけない。どのくらいプラスに偏っていればナトリウムをイオンの流入を抑えられるのか、それが平行電位になります。で、ナトリウムの場合には平行電位はプラスになります。プラスになるので先ほどの IV カーブで書いてみますと、イクイブリンポテンシャルはプラスの状況になって、このプラスの状況からボルテージがもしそれよりも細胞の中のボルテージが電位が高ければ逆に流出、このナトリウムイオンが反発して流出する、外側に内側から細胞の外から外側に流出する電流、つまりこの場合には、外向き電流になりますが、外向き電流がボルテージが高くなれば高くなるほど増えていくはずですし、ボルテージがもし細胞の膜電位がこのナトリウムがのイクイブリンポテンシャル平行電位よりも低い場合には、反発する電位が低くなってしまうので、ナトリウムがその分入り込みやすくなって入っていくことになります。内向き電流が生まれます。なので細胞が、細胞の電位によって細胞がもし細胞の電位がこの平行電位よりも、低ければ、内向き電流、この場合には下向きに表される電流が増えていくことになります。なので、このナトリウムという部分だけをナトリウムのイオンの流れということだけを取って考えてみると、先ほどお示ししたオームの法則から単純に考えられる IV リレーションシップはこのように変形されます。イクイブリウムポテンシャル、ナトリウムの平行電位、この濃度を保つためのどのくらい必要かというボルテージが平行電位にあたりますが、この平行電位を中心としたリニアな直線というものに表されます。オームの法則がちょっと変形されます。電流はコンダクタンス、イオン、このナトリウムを通すイオンチャネルのコンダクタンスかけるリバーサルポテンシャル、このリブって書いてあるのはイクイブリンポテンシャルと同じものだと思ってください。リバーサルポテンシャル、平行電位、反転電位とも言いますが、その部分を中心としたボルテージの変化、ボルテージがプラスなのかマイナスなのかの、この差、つまりリバーサルポテンシャル、反転電位や平行電位と呼ばれる部分を中心としたこういった直線で表されるというふうにオームの法則が変形されます。で実際にイクイブリポテンシャルはどのくらいかというのを計算で求めることが一応できます。ネルンストという人が開発したネルンストエクエーション、ネルンストの式をもとにして表せられます。イクイブリポテンシャルは R×T はテンプリチャーです。でファラデー係数ではあって、ロガリズムの X というのは濃度です。細胞の内側の下側に分母の方に当たるのが細胞の内側の濃度、外側の濃度が分子の方に当たります。こういった形で表されるもので、ある一定 の温度の場合には 59×log10、 こちらは自然対数ですが、こちらは点のロガリズムで表されると、まあ、こういった形でそのイオンの濃度だけで一応その平行電位がそのイオンだけしか存在しない場合にはどのくらいの電位がでその
濃度差を維持できるのか、先ほどで言えばナトリウムが外が多くてナトリウムが外に少ない、内側に少ないという状況を維持するためにはどのくらいの膜電位であればいいのかということを、計算で求めることができます。典型的な濃度差で計算しますと、ナトリウムの平行電位はプラスの67mV、つまりプラスの電位がかかった時にナトリウムはあの濃度が維持できます。カリウムに関してポタシウムに関してはマイナスの 98mV ぐらい、カリウムは内側に多くてナトリウムとは逆で内側に多くて外側に少ないので、マイナスの 98mV で維持できますし、クロライドも同じようにマイナスの 90mV ぐらいで維持できる、という、典型的な数字としてはこういったものが得られます。で、次にカレントクランプのお話をしたいと思います。カレントクランプというのは、今度は、電流を一定にします。細胞に例えばここの、デモ式的に表されているのは水槽に対して先ほどの同じようにイオンチャネルを で表されるような、水道の今度はこの入り口にあたる部分があるとします。そこに対してある一定の、このコントロールされた、電流を注入していくという状況を考えます。その場合にこのボルテージ、つまり水面の高さがどのくらい変化、水面の高さがどのくらい変化していったのかを見ようというものが、カレントクランプになります。電流注入する、または出すというものはありえますけれども、注入する電流を一定にした場合に、電流の出し入れを一定にした場合にこの水槽の高さ、水の高さ、つまりボルテージがどのように変化するのか、その変化を見て調べようというのがカレントクランプという方法になります。でカレントクランプを考えるときに重要な式というのがここの黄色で表されている2つの式になります。一つは、細胞はキャパシタでできている、膜容量でできているということをもとにして、表せるもので、どれだけのキャパシタでどれだけの電荷がたまるか、 Q というものを表すのに、細胞は膜でできてます、細胞は脂質二重膜で できている、キャパシタ、膜容量で表せる部分があるということをで表したこれは式で、膜容量というのは、ごめんなさい、この場合には ある一定の値をかけるボルテージで、表されるだけの電荷をためることができる細胞はキャパシターである、膜容量で表される部分があるということを表しているものです。で、もう一つ電流というのはどのように表されるかというのは、これはまた別の式として、これも基本となる式として、電流はこの膜容量、どれだけの電荷がたまったか、電荷の時間的な変化で電流は表されるというのも、もう一つ知っておかなければ基本となる式です。電荷というのはボルテージにある一定の値をかけた数字で、細胞がキャパシタで膜容量で表されるキャパシタであると考えれば上の式になりますし、その場合にさらに電流というものを考えると、電流というのは、その膜容量の時間変化 DT 時間変化で表されるものが電流になりますよという、ことが言えます。でこの2つの式を一緒に合体してみますと、つまりこれは、ある一定の C という値、コンスタントな値のもとに、電流というのは、ここの Q の部分に CV を入れて C は一定の値だとして外に出ることができますので、電流というのはある一定の値かける、ボルテージの電位変化で表されるものであるということが言えます。電流は、ボルテージの、膜電位の変化で表されますよということが言えます。つまり逆に言えば、膜電位の変化というものを調べたいと思ったときには、この式の I の部分に C を動かしていって、DVDT 膜電位の変化を調べたいと思ったときにはどのように表されるかというと、膜電位の変化というのは電流をある一定の、この場合は C が下に来ましたので先ほどとは逆数になってますけれども、電流の組み合わせで膜電位の変化が決まるということになります。電流の値が
例えばあのカレントクランプである、で一定の電流を与えたということになれば、その一定の電流に対して、こういった式によってボルテージの変化、どれだけ電位が変化するかということが、表されるということになります。で、先ほど学んだように、電流というものを考えていくと、電流というのはコンダクタンスかける、例えばナトリウムイオンの流れということだけで考えていくと、ナトリウムイオンのイオンチャネルのコンダクタンスかける、I というのはある、平行電位、ナトリウムイオンならナトリウムの平行電位からの、ボルテージの変化分、ボルテージの変化分かけるコンダクタンスが電流でしたので、つまりどういうことになるかというと、ボルテージの変化っていうのを調べようとしたら、そのボルテージがどうやって変化するかということを見ようとしたら、電流イオンチャネル、ナトリウムイオンならイオンの流れ、というものを記述して、オームの法則から導き出されるこの式で記述して、それを組み合わせることによってボルテージの変化が調べることが分かることができる、これが、一つ重要なニューロンシミュレーションをする上で、ボルテージ変化をする上でとても重要な式になります。で、実際にはここでシグマで、くくられているように、電流にはナトリウム電流もあれば、ナトリウムを流すナトリウム電流もあれば、カリウムを流すカリウム電流もありますし、クロライドを流す塩素イオンを流すクロライド電流もありますので、そういった全ての電流の、合計ということになります。そういった全ての電流の流れの合計がボルテージの変化を作り出すということになります。先ほどの模式図で言えば、このイオン、さまざまなナトリウムイオンチャネル、カリウムイオンチャネル、クロライド塩素イオンのチャネル、いろいろありますけれども、そのイオンチャネルを通じて流れる電流の総体、それをすべてくっつけた、その全部足し算したものがこのデルタ V、 ボルテージのポテンシャルのこの水面の高さの変化分に相当するということを言っているということになります。電流のすべての合計がボルテージの変化分、この水面の高さの変化にあたる、ということが言えます。客観このそういった観点でこの絵を見ると、あ、なんとなく分かっていただけると思います。で、ここからが、1950年代のホジキン・ハックスレーの仕事になります。ホジキン・ハックスレーはこの、最も単純化したモデルで、神経細胞がどのように、ボルテージを変化させるのかということをシミュレーションしました。これがホジキン・ハックスレーの仕事になります。単純に先ほどの式をさらにちょっと変形してみます。ホジキン・ハックスレーが仮定したものはこういったものです。ボルテージの変化分といったものは、例えばナトリウムならナトリウムイオンチャネルのコンダクタンス、ある一定の値をかけていくので、イオンチャネルの性質をかけていくんですけれども、ナトリウムイオンならナトリウムイオンチャネルの、変化分にコンダクタンスかける、イクイブレムポテンシャル、平行電位からの差分、これで電流、ナトリウムイオン電流が表されますし、カリウムに関しても同じようにコンダクタンスかける、ある値を、イオンチャネルの性質を表すある値をかけて、ボルテージの変化分を、変化を、平行電位からの差分をかけることによってカリウム電流が表されますし、それ以外の電流をリーク電流と彼らは全部ひとまとめに呼んで、おりましたが、ナトリウムイオン電流、カリウムイオン電流、そしてそれ以外の電流、そして、人為的に出し入れする電流といったものを全部、これが全部足し合わせる、電流すべてを足し合わせるとボルテージの変化が導き出されますよというのがホジキン・ハックスレーの、イクエーション、ホジキン・ハックスレーが仮定した式の最も重要な部分で、逆に言えばこの式が元になって全てニューロンの神経の活動というものは表される、ここがホジキン・ハックスレーがノーベル賞を取った最も重要な部分になります。また今回あるニューロンシミュレーターもこの仮定に基づいてシミュレーションを行っています。で、実際にはですね、このイオンチャネルというのは、先ほどの全部の例は、イオンチャネルが全部開きっぱなしであるということを仮定して、オームの法則、開きっぱなしであることを仮定して、単純なオームの法則の類推で出られるような、こんなまっすぐな、電位が上がれば、たく
くさん流れる、電源が下がればまた内向きにたくさん流れるというような、こんなリニアな関係というのを表していましたが、実際に一個一個のイオンチャネルというのは実は時間的にもこの流し方コンダクタンスを変化させますし、またはボルテージに依存して膜電位に依存して閉じたり開いたりします。閉じたり開いたりするのがもう一つイオンチャネルの性質です。このイオンチャネルは開きっぱなしならこのオームの法則で、開きっぱなしならオームの法則で表されるようなこういったリニアな関係になりますが、閉じたり開いたりする時間や電位によって閉じたり開いたりするので、もっと実は複雑な電位流の流し方をします。その辺はこのホジキン・ハックスレーの式でいうこのコンダクタンスとの間にある、M3H とか、カリウムイオンチャネルであれば N4 とか、この辺で表されるものが、時間変化や、ボルテージに依存した、イオンチャネルの開き方というものを表している部分です。こういったものすべてを、表してくっつけることによって、その時その膜電位その時間においてどれだけの電流が膜に流れるのか、その時間、その膜電位、それぞれについて、どれだけの電流が相対としているのか流れているのかを、全て、合算することによってその時のボルテージの変化というものを調べることができます。はい、そのというわけで、これが全てのニューロンシミュレーションの基礎となる部分です。